前田利常は、江戸時代初期の武将、大名。加賀藩の第二代藩主、加賀前武三代、文禄二年、加賀藩祖、前田利家の諸子として誕生した。母は、側室の地位を保つ、利家十六歳の時の子である。利家が、豊臣秀吉の文禄の役で、非前名古屋城に在陣していた時、下級武士の娘であった、地位を保つは、 次女として特派されたが、その際に年家の手がついて生まれたのが年綱である。幼少の頃は、越中森山城代の前田尾里根のもとで育てられる。父、年家に初めて会ったのは、父の死の前年の慶長を3年に、森山城を訪ねた折のことで、年家は、幼少の年綱を機に、入り、大将に塔を授けた。慶長5年9月。 関ヶ原の戦い直前の浅井縄手の戦いの後、西軍敗北のため東軍に講和を望んだ小松城の庭長茂の人質となった。この人質として小松城内に抑留されていた際、長茂が年常に自ら梨を向き与えたことがあり、年常は晩年まで梨を食べるたびにこの思い出を話したという逸話が残っている。同年、後継ぎのいなかった長継。 年長の養子となり、忌名なお年光とし、徳川秀忠の娘、玉姫を妻に迎えた徳川将軍家の娘をめとったことは、年常にとってもその後の前だけにとっても非常に重要な意味を持つことになる。慶長10年6月、年長は隠居し、年常が家督を継いで第二大藩主となる。4月8日、松平の名字と源の本性を与えられる。しかし年常は、 父以来の還元性にこだわり固守したと伝えられている。同年、幕府は、年常宛て、領地藩物にて119万2760国を前田家の主因公とした。年常は、同母の兄弟がおらず、すべて異母兄弟であった。このためすぐ上の兄である、友義、末程の年下がらと強調することができなかったり、年家の性質で義母にあたる義原院と聖母の、 呪福院が前田直行の処遇をめぐって対立するなど内容に苦しめられた。慶長19年、大阪冬の陣では徳川方として参戦した。10月12日に年常は江戸から金沢へ到着し、同月14日に大阪を目指して出陣するが、この際に四季紅葉のため門出に際して、軍神への生贄として不届きな大馬通りが殺害されたと伝わる。 11月17日、都市常は住吉で家康に越見し、安倍の二陣を敷いた。前田軍の規模は、徳川方の中でも、最大の動員兵力で2万以上はいたと言われる。前田軍は、大阪方の真田信繁軍と対峙した。家康は、大阪城を包囲して、心理的圧力を加える腹積もりだったため、家康は都市常に攻撃命令を下さなかったが、 家康と隕石関係にある都室根はこうに焦り、12月4日、牛国に軍令に反して、独断で、真田丸に攻撃をかけ、井い直隆や松平忠直らの軍勢とともに、多数の死傷者を出して敗北した。慶長20年の大阪夏の陣では、5月6日に、家康から岡山口の先方を命じられ、前田軍の後方には、 年詰めの州都で将軍である秀忠の軍勢が置かれた。5月7日、正午、前田軍1万5千人は、大阪方の大野春夫佐軍4千人と戦い、苦戦しながらも勝利した。この時、前田軍は、松平忠直軍に次いで3200の支給を上げ、大阪両人日記では、直参、家中213人が敵を打ち取り、支給は258。 増標を含む主級の数は3000余とある。前田軍の名のある戦死者は、冬の陣では6名、夏の陣では34名であった。なお、大阪夏の陣に際しては、白型が巻き返したおり、前田軍中から白型に味方するようにとの声が、起こったが取り合わなかったという逸話が伝わる。大阪の陣の終了後の5月13日、家康から与えられた感情では、 あは、さぬき、いよ、とさの四国を恩賞として与えると提示されたが、としつねは誇示して、それまでの家が、のと、えっちゅうの三カ国の安堵を望んで認められた。誇示した理由は、天保を危険視したとも、経済的な理由とも推測されている。元那2年4月、家康が死の床についた際、枕元に来たとしつねに対して、お手前を殺すようにたびたび将軍に申し出たが、 将軍はこれに同意せず、何らの手も打たなかった。それゆえ我らに対する恩義は少しも感じなくてよいが、将軍の幸運を肝に命じよと述べたという。寛永六年、忌名なお光光から利常と改める。現那九年には、秀忠の着難で利常の議定でもある、徳川家光が将軍となっており、その変記でもある、光は家光から与えられたわけではないため避けたものと思われる。 代わりに、着難の離婚がその字を家光から与えられて見つたかと、解明している。寛永八年、大御所、秀忠の病中に、金沢城を補修したり、家臣の指定で優秀なものを選んで、故障にしたり、大阪の役の際に勲功があったとして、追唱したり、他国より船舶を盛んに購入したりした。このため、秀忠の病中に乗じて、 都市に対する無本の権威をかけられるも、自ら、三鷹と共に、江戸に下り、過労の横山長地下のこの高原の奔走もあって、懸命に弁明した結果、辛くも疑いを解くことができた。その後、三鷹の性質に家光の幼女、王姫を迎えている。官営16年6月に家督を、光高に譲ると共に、次男の前田都市に、富山藩十万国を、 三男の前田理事に、大正寺藩七万国を分蜂し、二十万国を、自らの養老寮として、小松に隠居した。この隠居の際、家光は静止したが、都市は聞かずに、隠居届を出して隠居したという。市藩の創設と大見の飛び地により、加賀藩は交渉校百二万五千石となる。官営十九年、四女の富姫が八条宮友忠田田地下王妃となり、 幕府に批判的なご水の因とも深く信仰した。ちなみに、因の中宮の徳川和子は、玉姫の妹にあたるため、年常と因は義兄弟関係にあった。八条宮別業の造営に尽力したのを機に、京風文化の移入にも努め、カガルネサンスと呼ばれる、華麗な金沢文化を開花させた。昭和2年4月、三鷹が休止し、 後を継いだ後期が3歳とまだ幼かったことにより、6月に将軍、家光からの命令で後期の後見人として、反省を補佐した。年常は、知性の間、常に徳川将軍家の強い警戒にさらされながらも、巧みに交わして、120万国に及ぶ家領を保った。内政において優れた知籍を上げ、治水や農政事業などを行い、 政治は一家が二とさと称えられるほどの万弱の体制を築いた。また、御祭区書を設立するなど、美術、工芸、芸能などの産業や文化を積極的に保護、奨励した。一方で、後期の養育のために、戦国時代の生き残りを後期の近くにはべらせて、勝負の気風を吹き込んだ。また、後期の性質には、将軍、 家光の信頼厚い所定で幕府の重鎮であった、星名正幸の娘、増姫を迎えるなど、徳川家との関係改善に努めた。万寿元年10月12日に死去した。去年66。法名は、微妙院殿一報、かつ岩尾大古事。墓所は、石川県金沢市野田町の野田山墓地。なお、死後にはその戒名から微妙公と呼ばれる場合もある。 日付イコール旧歴を除くと、品は当初は父、年家の遺言もあり、同母帝の年政を後継者として考えていた。だが、年政が関ヶ原の戦いの際に西軍に就いたとして、年常を後継者に定めた。利長が関ヶ原の戦い直後に後継者の変更を決めたことは、年常を庭流長家の人質にした時の起承文に、利長が、 弟とう猿を、孫志郎働前に見てほしいと明記していることから、伺える。大西康政は、慶長十年四月に、大野春長から、前田家家臣、山下兵庫に宛てた書状に、年常の婚儀について触れた、文言があるのを指摘し、年常と玉姫の婚儀を、慶長十年四月頃とする。この説に従えば、年常が、家康より、 松平の名字と源氏の本性を与えられた時期と前後して、婚儀を行ったことになる。また、大西は、この婚姻によって、秀忠の娘、千姫の夫である、豊臣秀頼とも義兄弟になっている事実にも、注目すべきであるとしている。ただし、収築に関しては、同年夏の火災が理由で、実際は修築した箇所が以前より堅固になったことが、問題とされた。 映像作品、ありがとうございます。